え、今日は能登半島について、えー、解説をしようかなと考えておりますが、えー、コメントでですね能登、えー、半島って地震があんなにしょっちゅう来るのになんであんな人が住んでるんですかという質問をいただいたので、まあ、解説をしようと思っております。で 普通だったらな地震があんなしょっちゅう来て津波が来るんだったらあんな人住まないだろうとあんな半島の半島の先っちょなんてだって交通の便が悪すぎるんだから現に今回正月の地震だってあんなに被害があって結局がんで復旧が遅れたかって言ったらえ救援が来なかったかって言ったらもう全部能登半島のこの辺が全部あのガタガタにやられちゃって国道とかが。 えー、進むでもほぼ孤立化したんですよここ半島の先っちょがもう,半分もう孤立状態だったとでこんな何なんかがあってここがもう積んだされたら孤立状態になるようなところに何であの人が住んでんだっていうですねまああのー、調べてくれと <laughs> いうことで調べたんですよで昔ね 今はもうないんですけど、鉄道があったんです。昔、能登半島のここにもちゃんと。で、昔七、国鉄七尾線っていうのが走ってまして、七尾線っていうのはね、今ね、JR 西日本の七尾線っていうのは、津幡から金沢ちょっと先っちょの津幡ですね。こっからですね、和倉温泉までしか行ってないんですけど、昔の七尾線ってもっと、結構輪島まで行ってたのよ。七尾線って。 もともと、か七尾線っていうのは、あの、昭和10年だったから開通したのが、全然開通したのが、津幡から和島まで結んでったのが七尾線なんです。で、途中、穴水っていうところから、タコ島っていうところまで分かれてた、これが能登線ってやつです、えー。鈴の、鈴市の先っていうのを鹿島っていうところまで、駅が、えー、列車が走ってたんです鉄道が走ってたんですね。で、えー、これが能登線ってやつが、で、二つ、能登半島に二つ線路があったと、路線があって、 えー、穴水あの今、穴水っていうところが、まあ、ターミナルだったわけです。うん、一例ターミナル基地だったわけです。ところがですね、やっぱり、えー、人口がやっぱ少ないですから、当時30年前でも輪島の人口なんて4万人ちょ,ちょっとしかい,、ま、いなくて、都筑の人口なんて2万ちょっとしかいなかったんです、当時もその40年前でももう。で、えまあ、売り上げが悪いと。 で能登鉄道に移管されちゃったんです、どっかで、和倉温泉から。和倉温泉から、あのー、その、雨水通って、輪島の七尾能登鉄道七尾線と、能登鉄道能登線っていうところに移管されちゃったわけ、第三セクターに。もうなんか当時も JR だった、1988年だから JR だったから、もう、西日本ではちょっとここはもう、面倒見きれないから、自治体でやってくれと。 鉄道事業やってくれたらもう西日,日本はもう無理だと <laughs> え構いきれないからもう地元のことは地元でやってくれっていうことでいかんさねちゃって本当は配信にしたかったんで本当は JR 西日本としてはもうこっから和倉温泉から先ちょっと配信にしたかったんだけどでまあ輪島とか涼洲市とか能登半島の自治体が大反対したもんですからそれだったら俺たちがやるというえ鉄道会社はやるぞって言って能登鉄道っていうのを作ったわけです。 うん、でこれが1988年なんですけどで結局やったんだけどそうは言ったんだけどやっぱり3年が13年後にですねやっぱり経営が立ちがらくなりまして輪島と穴水館廃止になっちゃうんです最初に言います。もうダメですとやっぱり無理でしたと。 で次って4年後の2005年に能登線が廃止になって、田越島と穴水間が廃止になって、今の、ね、現状になっちゃったわけ。今、穴水までしかってません。能登鉄道って枕温泉から穴水までしかやってませんから、でもこの区間だけ営業するってのもね、あれ多分これかなり経営的に厳しいような気がするんだよ。で、なんでかって路線が短すぎて稼げないんだよ。 あのこれ後でやろうかなと思ってるんだけど鉄道路線ってあのなんであの基本的ならあの鉄道ってぼったくり路線って結構あるじゃないあのと都会にもあるんですけど東洋高速鉄道なんて15キロしか何だ高いんだとあの西船橋からあ,のあそこの勝田台まで14キロか15キロぐらいだったかな総延長が。 なんであんなに高いんだって、15キロ移動すんなら470も取りやがってみたいなさ、ぼったくりだーみたいなさ、JR だったら230ぐらいで済むものはなんで、あのー、470倍も取るんだみたいなになってんだけど、あれ、稼げないからなんですよ。距離が路線キロが短くて、やっぱり。稼げないのと、建設金がかかっちゃって返さなきゃいけないんだから、それにいつもあの、路線延長が短すぎて稼げないんですよ。やっぱり。どうも限界なんですよ、やっぱり。うん。 一番わかりやすいのは銚子鉄道で銚子電鉄が一番わかりやすいよ。あれ9 6キロしかないんだもん総延長。うん、あで、片方300円までしか取れないんで、あれでもギリギリ限界なんですよ、あれで。普通9キロなんて JR だったら100、200円取れないですよ、9キロなんて。JR の東日本だったら9キロ区間の運賃って多分180円ぐらいですよ、多分。うん、それが限界なんですよ。<laughs> ね、でももう調子電鉄って金ないからもうただしもボロボロなんだからそこね金がねえ金がねえってねぬれせんべい作って復旧やってんだからそれでね 300円ぐらい取らない。300円っていう運賃。それでも限界ギリギリないあれじゃ取れないのよ。動作形しても300円以上の運賃取れないのよ。長寿電鉄って。うん。まあ、同じようなことが起きてるわけで、ここで。だから、だから多分、能登鉄道もめに今、かなり今、その今、このま地震で復旧したでしょあれ多分、石川県の予算で多分、その復旧したと思うんだけど。 これから大変だよ、能登鉄道だって。<laughs> これから <laughs>。あれの、だって多分、結局会社に負担来るから、一応請求は来ると思うけど、復旧費用は払ってねっていうのは多分来ると思うんで、それで多分、それで勝者の分も稼がなきゃなんないから大変だと思うんですけど。 じゃあ、そもそも、能登とはず、能登半島になんで人が、人が住んでたのかっていうことなんですが、えー、これ簡単なんですね。北前船の寄港地だったからです。メド時代に、その大阪から、その北前船っていうのが、その、まあ、各地の、まあ、今で言うと、だから、タンカー見たいなもんですよね。だから、物資運んでたんですよ。その、で、かっこ、この、北北海道ですよ。 北海道から昆布だなんだってものをまあ積みますよね。で、ほほ東北,北各地から米だら、米やら何やらを積んでくるわけですよ。山形で言えば魚は紅花ですよね。紅、え、花、ー、積んでくるわけですね。酒田で積み込みがありますから。で、そのまま、で佐渡だったらなんか出す、佐渡なんだろうな。で、これ一こう北日本のその、 海産物である特産物をその工芸品みたいなのをもう船に積んで大阪まで運ぶ船があったこれが北前船なんですよ北前船航路ってのがあったんですよ昔ねで大阪から瀬戸内海通って、えー、下関回って、あのー、こう石,石見石見か、えー、石までのねで次兵庫の田島ですねその次が能登なんですよここね北前船の寄港地なんですよこれ。 で、その次は佐渡島行って酒田なんですよ。でその次は深浦、大摩森県の福原とこ行って、ここからあの江差市の方ですね。江差市っていうかその北海道の江差市の方ですね、えー。までの航路があったんですね。でこれすごいのがね、俺見てて、すごいのがね北前船の、北前船の航路って一直線なのね。今だったらね、今だったらね、金沢に寄るんですよ。多分。鶴敦賀とかね、敦賀とか金沢よって。 でこう行くんですけどこれ遠回りになっちゃうでしょだからねあの日数かかっちゃうからね田島からね野党まで一直線で行ってんだよ船ブーってだから多分北前もね航路開くときに田島からこっちの北あの北方の方に船に進めてったら野党半島の付け根に到達したんだろうねあ、ここはちょうどいいあれだと休憩地点だポイントだっていうことでここを帰国地にしちゃったんだろうなと思って で船だってほら結局ほら航海だから水とか積まないといけないじゃん結局食料は積まなきゃなんないし水は積まなきゃなんないし飲み水積ま,な積まなきゃなんないからで,でその気候値ってそ,そういう補給地基地なのね。 うん、でまあ積みとからそれで農産物だとか海産物だとかの積み込みやりながらもその北前船の船員さんの食料とか水を補給する場所だったからだから寄り道なんかしてたら結構航路の航海日数がかかっちゃうからもう一直線でビョーンって行っちゃったんだな一瞬一直線でビョーンっていったところが輪島だったんですよね輪島。 で輪島から次、ま、一直線でビャーって行くとた佐渡島なんですよね。佐渡,佐渡島から一直線でバーって行くとた佐渡なんですよ。<laughs> こ北まぶれの航路ってこうやって決めてたんじゃないかっていう感じでですね。そうするとね寄港地になりますとどういうことが起きるかっていうと当時江戸時代の神が百万の城下町って金沢なんですよ。 でさっきも言った通り、金沢には寄らないんですよ、北前船は。金沢かの、金沢はみんなとあるんですよ、金沢の日本海側ですから、えー、海沿いにあるんですけど、金沢には寄らないんですよ。えー、さっきも言ったら、田島、兵庫の田島から能登まで一直線でビョーンって行っちゃいますから、そうこの能の登の,の,の輪島までですねこう船を積み込みするために、ですね、えー、道ができるわけですよ、金沢から。ちょうど見たこのこのルートなんですよ。このルートが、こ,うこれが物資輸送ルートなんですよ。 つまり金沢の工芸品やら何やらですねえー、あと農産物その他諸々をあを輪島まで運ぶっていうルートができるわけですよそうすると国士通りが多くなるじゃないですかいっぱいこう北米船の住み込みだなんだっていうのをあるいは北米船から下ろしたものを各国の名産,物名産品などを えー、北岩田で運んできたものを輪島で下ろして加賀の城下町まで運ぶっていう人がいるわけですからそうここの行き来ってすごいんですよやっぱこの能登半島のこの津幡から七尾和倉穴水輪島まんなんてところまで行くともうここなんてもう人通りが激しいでしょ商人が行き交うでしょ金使うでしょ栄えたと思うんだよやっぱりここの江戸時代ってここ結構バンバン栄えた。 で、それで、輪島漆器なんていう攻撃品もあるから、これ輪島漆器なんて積んでったと思うんですよ、京都までバーって。大阪の商人とかで、あ、いえいえ、これ、えー、仕事しはりますなーみたいなことで、輪島漆器、あ、さすが輪島の漆器は黒黒くて光っておりますなーさすがーですなーみたいなことをなんか言って、大阪から買ってった人が、ね、輪島漆器だなぁっていうのを買ってですね、京都まで持ってったのではないかなと思ってるわけでございますけどだから、そういう、 感じでで半島で発展してったんですよだから江戸時代。明治、明治,明治まで。で、多分そ、そで、北前船が、多分、あれ、明治ぐらいまで北前船だったんだよね、でもね、実は。江戸時代の話だと思っても、意外に、ね、航路って船、船船便航路って、明治の真ん中ぐらいまであったんだで、鉄道が普及し始めるまで、北前船ってあったんだよ、確か。ああ、だって、あれだったって。 山形に鉄道来るのが明治三十何年だもん確か最初に来るのが明治三十何年だけどねその時明治三十何年まで船船船のなんか収運ってあったもんあったって言うもん米船で運んで大阪まで運んでたって言ってたもんだって明治明治の初期でも明治のだってまだまだもう鉄道来る前だからでその鉄,鉄道が来て東京東京上野とその山形が一応鉄道で結ばれましたと そっから船運、収運が途絶えたんですよ。鉄道で乗っけてた方が早いから安全確実だし、安全確実だって言うんで。 で、酒田に鉄道が来るのが大正何,何年、2年か4年だったんですけど、その頃でも完全にシューンって廃れるんですよ、やっぱり。もうだ、だってんでた方が、だって酒田からだって鉄道だと米やら何やら運んでった方が便利だし、瓶数多いし、めちゃくちゃ詰めるし、みたいな感じでですね。えーで、早いししかも。<laughs> で、能登にも、だからさっきも言った通り、能登もこの辺も北陸本線っていうのができるわけ、これがもう明治何年かに開通しちゃうわけですよ。 となってくると、船便、北前船って消えるんですよ。この、ここに鉄道がこうバーって整備されちゃうと、もう商売がきですから。で、消えちゃうと、パッてリれるんですよ。今まで、だからもう誰も来なくなったで輪島まで行く人要、ね、まあ、もう輪島までだって荷物運,んでいく運ぶ必要もないから、もう金沢から直接上野や大阪まで運べちゃうから、こっちの方が逆に栄えちゃうんですよ。金沢の方が。 で、能登半島ってだんだんされてくるという、で、人口が減ってくるみたいな、で今に至るみたいな感じで、えー、それが能登半島の歴史なのでありますと、えー。だから地震が多いのに人が住んでる理由は、物流の拠点だったからっていうことです。それを言いますと、三陸地方なんて、なんで人住んでたって話になるじゃん、結局あれもだって、あれ、漁港、いい漁港があるからですよ、あれは。<laughs> そうは言っても地震であんだけ被害、もう何,分何,何,何回で三陸沖地震、地理地震津波、この前の東日本大震災、もうそのたんびに人がめちゃくちゃ流されるんですよ、詰め、で、まだ沈んでないんです、ね、三陸って。 なんでか、だんだん、式海岸なんて、こんな入り組んでっとか入り組んでった、津波が高くなるのに、って、また、あの、凝りもせず、海岸沿い家建ててさ、まだ住んでんだよって。あれはだから、それをしても、地震被害をしてでも、いい漁場だから、あそこは。魚がいっぱい取れるんですよ。美味しい魚がいっぱい取れますよね。取れます。で、売れます。高い金で売れますから。だけど、それだから、商売できるから、地震がなんだかんだって言っても、ね、住んじゃうんです、あそこは。それと同じですよ、だから。 どこもその同じだから東京だって東京だって関東大震災があってですねいやまたいつ地震が来るって分かってるのに分かんないのにまた東京行っちゃうでしょ皆さん住んじゃうでしょあんなぎみゴミゴミしたとこ住んでるでしょ相手いどこも同じなんだよだからそういうことでないというわけでございまして今日は能登半島にですねなぜ人が住んでるのかについて解説をしてみましたえうんまあ理由としては北前船があって北前船の 地地があったと基地がああっったたとと基輪,輪島が基地であって輪島から金沢まで物を運ぶルートがあって一,流一大拠点だったからあそこも輪島も城下町ですから、ね、あそこもね、えー、まあそれでまあ栄えてたと商人がいっぱい行き来して物の動きがあって結構売り買いがあって,ってだから和倉温泉ってそれで数手だったら和倉温泉いつも売ってたか知らないけどさ まあそれでなんかめ、まあ、観光地になってたんじゃないかなと思ったりなんかしますけど <laughs> はい <laughs> 以上でございました。はい <laughs>